成18年度から、この工事区28キロ間全面展開してですね、工事を実施しています。で、京竹から、北郷間というのは非常に、まあ、この通り山の奥が多いとくてですね、トンネルが6つあります。ちょっと大きい、非常駐車帯用のセントルという構成の型枠がございまして、それを準備しまして、こちらの方も復興コンクリート最終の仕上げを行います。掘削してます最前線ですね、1690m 地点になります。吉野本トンネルのことがありましたので、同じような地層波状岩というかそういうのになってるのか、それとも別な地層なのか心配して、でこちらなんか違うみたいで岩盤みたいでですね、これはもう丈夫なトンネルというか大丈夫だなという感じがしまして、安心しました。今回推進協議会の方たちから、現場の状況がどうなっているのか確認したいと、見ておきたいということで申し出がありまして、このように設定したわけなんですが、自分たちなかなか現場まで来ていただくこともありませんので、街中をダンプが通るだけで何やってるんだろうというのもあります。こうやって見ていただくことで相互の理解が深まれば、工事の進捗にも役立っていくのかなということで、歓迎した次第です。現時点では平成28年以降の完成を目指すということで伺っております。トンネル自体もまだ半分弱ということで、まだまだ何年か続くと思いますので、まだ具体に何年共有というところまでは出ていないと思います。トンネル掘削によりまして、ダンプトラックが土を運ぶ作業が街中を通っております。そういった意味で地域の方に大変ご迷惑をかけておるんですが、一日も早い工事の完成を目指しておりますので、皆様のご協力のほどよろしくお願いいたします。